Sailing Japan in Style。Welcome to Sailing Japan in Style. Hi everyone, it's Michael. Today we are at the Yokohama Floating Yacht Show and will tour a Beneteau First 53. This exhibition is held once a year at Yokohama Bayside Marina. As you can see, there are lots of vendors selling marine goods and services and sailboats of all kinds on display. Are you ready to walk through with us? All right, let's get started!ファーストマリンの香原さんです。香原です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は取材させていただいてありがとうございます。はい、こちらこそ。この船ですね、はい、のちょっと特徴を教えていただいてもいいですか。特徴は外観はレーサー、内装はオセアニスと一緒でクルージングラグジュアリーよりです。なるほど、だからレースとクルージング両方楽しめるということですよね。その通り。確かにでも中もね、本当に暮らせる感じでしたもんね、うん、そうですね、装備は充実してます、世界一周行ってます。本当でもこのぐらいの船だったら世界一周行けると思うけど、クルーが5人ぐらいはいりそうですね。でも乗り方としては少人数でできるような取り回しになってるから、そこまで構える必要はないと思います。この船53フィートですか。53フィート、大きいですよね、本当に、うん、この船で一番のおすすめポイントは、おすすめポイントっていうのはこの視界の良さ。特徴としてはフラッシュデッキといって凹凸が少ない。確かに。だからセーリングしてても視界がすごくいいですね。でセールも見やすいですよね。視界とやっぱ景色違いますもんね。もう全然違いますね。それがこの船の一つ特徴ですよ、ね、あとはね、さっきね中撮らせてもらったんですけど、ベッドルームも3つあって、うん、あとキッチンも充実していて、うん、クルーザーとしてもすごくね楽しめるような船じゃないかなと思います。そうですね。So, I hope you liked our video. In the future, we want to own a larger boat and sail around the world. If you're interested in our activities here on Sailing Japan in Style, please give us a like and subscribe to our channel. And don't forget to follow us on Twitter and Instagram. See you next time. Bye!